小肌のさばき方、締めるまで紹介したいと思います。小肌はね、氷水に入れて置いといてあげると、まあ後々処理がしやすいというか、まあ、でさばいていくんですけど、今回ね、小肌でお寿司を作ろうかなと思います。というか、小肌はまあ寿司以外にあんまり食べ方がないんですよね。たまにね、居酒屋さんとかで小肌のフライみたいなの出たりとか、あとはあれね、おせち料理に入ってるこの白っていうのは小肌が大きくなったやつで、あとたまに知ってる人いると思うんですけど、しんこっていうね、しんこっていうちっちゃい、しんこっていうのはこいつの子供っす。夏前にこいつが産卵するんで、それ締めたのが新子なんですけど、まあ寿司屋さんでしか出ない魚ですね。でさばいていくんですけど、これね、背びれの尻尾よりが1本長いんですよ。なんでこれ引っ掛けながらこう背びれ落として、でこう鱗を取っていきますと。でそしたら、まあ、反対側も同じように鱗取って、で鱗取るときにこのね、ヒレの際とかね、この背中のところとかね、よく残りやすいんで、まあ、この辺残さないようにしてあげてください。で頭落とすときはこの黒丸のこっちね、黒丸とここに黒いポチがあるじゃないですか、こことこのエラ蓋の間ぐらいから落としてあげるのがいいんじゃないかなと。で、まあ、尻尾落として、でお腹落とすと、お腹これまっすぐね、いつもはこうお腹をこうへそのところからこう開いてると思うんですけど、肌はねこう落としちゃって大丈夫ですね。で左手の親指でこうグッとやってあげると内臓簡単に取れるんで、そしたら、まあ、こうまた水につけていくって感じですね。まあ、今日の小肌はこれね、熊本、天草、大体まあいろんなところで取れるんですけど、まあ、江戸前、東京湾か、あとはまあ熊本、天草、石川、あと佐賀なんかは結構ね、脂が乗ってて人気だったりしますね。天草は結構さっぱりめで、まあ好みによりますよね、その辺は。東京湾、あと大阪湾はね、なんか丸っこくて脂がすごい乗ってたりして、あんまり脂が乗りすぎてるのもね、どうなのかなと。なんかうるさいおじさんなんかは、小肌は油を楽しむもんじゃねえなんて言ったりする人もいたりだとかして、はい。で頭とヒレと落とし終わったら、今度これ洗っていきます。洗うときはここのね、血合いをこうやってあげると血合いが簡単に外れるんで、これまあ水流しながら洗っちゃいますね。こんな感じで、そうするとまあ中が綺麗になる。あ、水気拭いてあげて、で開いていきますよって感じですね。こっから腹開きにしていくんですよね。ここの中骨に沿わせて包丁入れて、でこうやって開けたら、今度こっちでこう包丁抜いていく感じですね。まあ、なるべくまな板の手前に置いてあげた方がやりやすいんで、こんな感じで取りますかね。ここの骨に沿わせてこうやっていく感じですね。そうするとまあこう開けるんで、でここのね、骨がどうしても残るんで、これねつけたまんま締めちゃう人もいるんですけど、どうなんだろう、気になる人はまあ取ってあげてもいいと思います。
まあ、酢で締めて柔らかくなるから食べちゃうって人もいるんですけど、僕は気になるんで取りますね。で、ここから腹骨をこう描いていく感じですね。こんな感じで、でね、結構ここの釜骨とか残りやすいんで、まあ、残ったら綺麗に描いてあげてくださいって感じですね。で、まあ、両サイド形をきれいに整えてあげて、これね、最初のうちはおそらくね、ペティナイフとかのこうしなるような包丁の方がやりやすいと思うんですよね。なんかまあ遊びがある分、なんていうのかな、多少包丁のブレがあっても、まあ、なんかその包丁のしなりでカバーできるっていうんですかね。で、まあここね、ここ尻びれっていうのかな、の骨が残ってるんで、これこっち残ってるんで、これも取ってあげて、今度酢で締めていきますよ。なんで酢で締めるのかっていうとね、これだってあのそのまま食べると生臭くて食べれないんですよね。なんかね、焼いてもいいんですけど、焼くとね、なんかね、死体を焼いた匂いがするとか、なんかあんまり縁起がいい意味で使われないんですよね。あとあのこの白、この大きくなったこの白が当て字でね、子供の子に白って書くんですよ。子供の白を焼くっていうので、なんか縁起が良くないみたいな、そんな感じで、こう本当に寿司、そうですね、基本的には寿司でしか食べないですよね。これだってあの骨が細かくて抜けないんで、こうお酢で締めてあげると骨が柔らかくなるんで締めてあげるっていうのもあると思うんですけど、まあ、塩は全体にまんべんなく振ってあげてください。まあ、塩の振り方もね、なんかこんな振り方あるんですけど、で、まあ、皮目に塩して、で、今度右側に塩していきます。で、大体、まあ、大きさにもよるんですけど、塩してね、まあ、20分から40分ぐらいっていう感じですね、塩の時間は。まあ、本当はね、こうやって振っていくんですけど、塩こうやるとね、結構周りに飛び散るんで、そうっすね、こんな感じで塩して、で、大体ね、この大きさ、まあ、このぐらいの大きさなんですけど、で、僕は、大体30分ぐらい置いておきますね、放置します。30分経ちましたと、まあ、こうね、小肌の表面からこう水が出てくるんで、で、これを洗い流してお酢に漬け込みます。じゃあ洗っていきます。これ洗うときはもうバーッと水で流しちゃって大丈夫です。で、表蓋洗ってあげて、で、ここから酢につけていきます。まあ、酢につけていくんですけど、酢はあの普通の酢でいいかと思います。水分が抜けてちょっとシワになってるの分かりますかね。人によっては酢につける前に酢洗いって、酢で一回この小肌洗う人いるんですけど、今回はまあそのままつけちゃいますね。で、使う酢はまあ普通のお酢で大丈夫だと思います。まあ、これもこだわりある人は赤酢使ったりとか、まあシャリに合わせてって感じなんですよね。あと、まあ冷蔵庫で冷やしてやったりとか、常温でそのままつけたりとか、もうこれ人によってですね。で、まあ、皮目上にする人と耳を上にする人と、なんかもう本当にこれは人の好みによりけりって感じなんですけど、でね、まあ、僕はね、常温でつけちゃうんですけど、常温でつける場合は夏場の方が酢の入りがいいんで時間短くなります。で、冬場の方が時間は長くなりやすい。その温度、酢の温度が違うからね。で、それが嫌な人は酢を冷蔵庫で冷やしておいて、で、まあ毎回同じ時間つけるって人もいますね。まあ酢につけてこう重なってるところがあると均等につからないんで、まあ、全体にこうちょっとなじましてあげて、で、つけていきますね。で、まあ、
これね、一般的なのは使用した時間の半分という人が多いと思います。まあこの辺もちょっと何とも言えないですね。でかいやつだとね、40分ぐらいつけないと骨が柔らかくならないんですけど、これそんなに大きくないんで今日は、20分ぐらいでいいのかなと思います。じゃあ20分つけていきます。20分経ったら、コア出すからあげます。でね、まあ使ってるかどうかこう裏返してみて、まあなんとなくね白くなってれば、ちゃんと使ってます。こうやって内側に折りたたんだりしてこう保存したりしますね。これで表面に巣は入ってるんですけど、まだねこの身の中の方には入りきってないんで、あのこのままだいたいこの大きさなら半日ぐらいは寝かせた方がいいですね。これを大きいとまあ1日2日寝かさないとって感じなんですけど、なんでまあこのままちょっとペーパーにくるんで、半日ほど冷蔵庫で寝かせたいと思います。これね半日寝かせるって言ってたんですけど、結果ね今日で3日目、まあ3日間寝かせてで寿司にしようかな。なんでまあ3日間寝かせるとこうだいぶ酢が入って、なんていうのかな、結構ね熟成されたっていうかしっかりした味になってると思うんで、でこれをお寿司にしていきたいと思います。でお寿司にするんで、わさびとこれシャリねと、まあこれ手酢ってあのお寿司握る前に手につけるやつですね。酢飯が茶色いのは赤酢っていうね酒粕から作ったお酢使ってるんですよ。まあ江戸時代なんかに使われてたんですよね、お寿司のお酢で。なんでまあ、それ使おうかなと思って、これねまあ小肌の切り方いろいろあって、まあこうやって切ったりだとか、あとはもうこれをそのまま使っちゃう。でここに背びれの骨があるんで、ここだけちょっと取ってあげて、で、まあ、こんな感じでちょっと目入れてあげてそのまま握ったりだとか、やり方がいくつかあるんでちょっと何種類か握りますね。で、まあ、で大きい場合、大きい小肌で皮が硬い時は結構ねしっかりめに包丁入れてあげた方が食べやすいかなとは思いますね。あとはねこうやって半分に裂いて、あのアンデグっていうのかな、そう、まあ四つ編みみたいなね握り方もあるんですよね。上通してで下通してで上通してで上通して下通してっていう、こんな感じでねアンデグ握り方もありますね。これまあ今4つでやりましたけど、3つで三つ編みみたくして握る方法もありますね。半分にして、であと、まあ、これだけで握っちゃうお店もありますし、というか、まあ、大きい場合だったらこの片身で握っても全然問題ないんで、そうこれねこうやってカノコっつってこうバッテンに入れて握ったりもできますね。はい、そしたら握っていきます。1貫目っていうか、これはね、まあ普通に握る握りね。こんな感じで、こうね、なんていうのかな、まあ、表から見るのと裏から見るので目が逆になってたり、まあこれね、いろんな握り方というか。いろんな食べさせ方ができるんで、ちょっとまあ今回紹介したいなと思って、まあこっちはすだちでもレモンでも何でもいいんですけど、ちょっと柑橘、まあだから醤油と柑橘で食べさせるようなね、ゴアだと柑橘って結構合うんで、まあでもいいのかなって感じですね。まああとはね、あとこいつはね
つはまあ普通に握るだけというか、まあこいつはなんか、うん、味ろ、まあ四つ編みなんですけど、この握った時のこの形が綺麗かななんて思って、ね、ちょっと今日はこれね、嫌がる人もいるんですけど、まあ、普通に握ってあげて柚子をちょっと振ってあげると、これはこれで結構柚子の香りがあってね、うん、僕は好きなんですよね。結構嫌がる方もいます。あとバッテラ昆布とかね、バッテラ昆布ってあのしめ鯖に薄い昆布が乗ってるんですけど、乗せたりとかもしますね。あと最後はこれあのおぼろ、おぼろってまあこれは黄身おぼろっていう卵黄を煎って作った甘みのある粉。東京のお寿司屋さんは酢飯が甘くないところが多いんですよ。そういうお店なんかはこういうおぼろとかで甘さを加えてあげてで握ったりしますね。でまあ、最後にこう握りの上におぼろ添えてあげると、まあ、なんか色が入って綺麗かななんて僕は思うんですけどね。あとお店によってはこう小肌つけた後におぼろに漬け込んで保存するお店なんかもありますね。はい、こんな感じで、小肌の握り5種類でした。右からこれね普通の握りで、こっちはちょっとレモン絞った、柑橘ね、レモンとかすだちとか絞ったで、これはおぼろ、あの黄身おぼろのしたんですけど、まあエビのおぼろでも何でもいいですね。でこっちは別に特別なことしたわけじゃないんですけど、この編み方、このまあ見せ方が味ろっていうね、昔からある握り方なんですよね。で最後はこれ柚子振ったお寿司ですね。こんな感じで、まあ、何種類か握れるよって感じですね。じゃあどうぞ。はい、以上です。